はい。えー、チューリップショーを始めます。えー、もうここは栄ようなってことで、えー、もうこちらですね。阪神ビジュメナルフィーズレウンタイ対ーってことで、やっぱり G1 の舞台やったらで、あの藤が多分抜けてますね。はい。えー、こちらですね。えー、もうここは正直そんなね、穴狙いとかないと思います。もうこの糸でしょう。抜けてます能力。 はいでえー、とリス・グラッシュですね、前走、まあ出遅れて外回って2着で、ソウル・スタリング、うまく立ち回って、ソウル・スタリングに勝てる可能性あるんじゃないのってことで、単勝、まあまあ、やっぱ売れてますね。んいや、でもそれでも能力と自在性考えたら、やっぱソウル・スタリングが上ですかね、リス・グラッシュはちょっとまだ一っぺな競馬やと思いますね、どっちかというと、ソウル・スタリングの器用ですね。 で、こちら、調教で、えっと、サトンアレスですね。同じ藤沢さんとこで合わせてますけど。えー、やっぱ次元の茶を調教ですね。次元の茶を調教うん、ちょっと本人もないとよくわからないね、これね。まあ、とにかく調教いいですわ。相変わらず元気いっぱいですって。で、アンジョール・メチャンってことで。まあ、最強外人ですね、もう一回ね、これね。はい。えー、で、えー、ソウルスターリングね、正直、えー、まあ、この後大歌手行くと思うんですけど、 えー、大箇所では多分本命打たないと思いますね。こう買ったとしても。はい。えー、頭。もしくは2着で買うならここまでかと思っております。まあ、これはまた大箇所の時にまた後ほど説明しますけど。うん、がっつり買うならここまでかなと思ってますね。はい。 え、で、えっ、ー、と、3番手以下ですね。ここはね、もう皆さん、あとはもう、どっこいどっこいのせいだと思うんですけど。えー、前回注目は、ワンフォー、ワールドフォーラブですかってこう言ってたんですけどね、ただ単に、大人なしさんやからってことで、調子いいね。で、大人なしさんで、暗情誰なんかな思ったら、あっさや思い出したこれ。大人なしさんとこ、松尾かくんや、これ。これ忘れてたこれ。松尾かくんやは思い出した。今思い出した。あっさや、松尾かくんやね、これ。ダメやね。 いや、アメリカズカップ買ったけど、あれはババが味方だけなんで、これはちょっともう罰印ですよ、これ。はい。えー、で、もう一頭えー、ダノン・ディーバも多分、これデムちゃんってことで、過剰人気ですね。まあまあ、こんなこでもん全も別に強いっちゃ強いんですけど、うーん、ちょっとうまみないかな。デムちゃんはちょっと、今回はもう連勝ストップでお願いします。で、えー、 と、ここでちょっと注目前回できてなかったミリッサですね。と、見てもなかったですね。これごめんなさい。シンハリーズですね、これね。えー、シンハライトンとこね。えー、この馬、えー、バネのある、えー、馬ってことで、シンハリーズらしい子供ですね。えー、ここバネのある馬結構来るんで、 うん。まあ、バネリマスはアンジュ・福永さんってことで。まあ、ここ3番人気ですよね。無難に。これ1、2、3で決まったら昔しくないんで、これ硬いと思いますね。で、えっ、ー、と、シーってアナ言うならディープサンクなかったかは来た演歌ですか。えー、こちら、ちょっと紹介しておきましょうか。ちょっとアンジュが和田隆二さんなんで、うんなんですけど。え夢、ー、ですよね。ディープサンクもちろん。えー、ここですね。母系。 クルフネ入ってるってことで、このシャフレンチデピティの下、デピティミニスター、このもう一個奥ですね、ここにバイスリージェントが入ってきます。バイスリージェント。この系とバイスリージェント系、チューリップ賞、この舞台。まあ調べてください。10年見てますけど、まあまあ絡んでますね、バイスリージェント。ちなみに去年のラベンダーバレー、10番人気で来ましたけど、ディープ、 プラスバイスリジェント系で3着着てます。えーえー、チューリップ賞大舞台になる手前まで、ここら辺までスピード力がある、えー、バイスリジェント系ってことで、えー、この舞台ならギリギリ、えー、対応できるスピード系の決闘となっておりますので、えー、ご注意願いますね。はい。生ですか。生ですね。で、えー、一応、紐、印紹介しましたけど、えー、こちら、えー、解明。 注目の解明ですけどね、えー、一応紐を紹介したんですけど、えー、チューリップ賞に限って言えばですね、えー、ここ実績盤の叩き台、まあ、えー、っと、ソウルスタイリングリスグラッシュの、えー、実績盤ですね、の叩き台の力と、えー、条件場ですね、えー、ここ、えー、と、ミリスタとかですね、出走権狙ってくる奴らの本気の仕上げを比較した場合、えー、よくね、オープンクラス、 の馬たちの G2、G3 部隊は、えー、よくね、G1、えー、向かっての叩き台の仕上げよりね、えー、そのオープンバーの、えー、本ちゃん仕上げの方が、えー、逆転する可能性あるんですけど、えー、チューリップ賞に限ってはもうほとんども実績場の叩き台のがそれでも上ですレベル。はい。なんぼ条件馬が頑張って仕上げても叶わないレベルになってますもん。 えー、特にこの人はもう、もう、口酸っぱく言います、もう。G1 の連帯馬です、もやめたら飽きません。はい。で、同じ舞台なんでね、これ、前回と阪神戦力ね。えー、もう、問題ないですわ。まあ、ここで万が一馬券外すことあったらもう、泣きますわ、これ。はい。えー、10万円の行方ってことで、あれあ、そうか、おさま出てきにね。これね、生まれん10万円ですわ、これ。 これで行きましょう。多分2倍ぐらいつくでしょ。もう20万です、これ。おめでとう。もうこれやわ。もうほんなん。愛知3連打で拾っても多分ね、儲かれへんし、こんなこれやわ。もうこれやわ、もう。馬単にしたいんですけど、まあ、万が一リスグラス買っちゃうことありそうなんで、えぇ、ー、アンジ一応、豊ーさんなんでね、戸崎やったらもう2着かな、ことなんですけど。豊ーさんなんで、万が一のこと考えて一応馬炭しておきます。はい。えー、あと、ちょっと今回内容あんまなかったんですけど。 えー、オーシャンステークスでやるでしょう。えー、まとめてちょっとやるんで、えー、っと、前に言った通り、えー、っと、明日の夜には、ちょっともう、日曜日もそうですけど、ちょっともう何もできない状態になるんで、電波がないとこ行くんで、まとめて今夜放送するんで、よろしくお願いします。しーと、まあ、ミリスさんは人気出るんで、そうですね、一応、えー、三着紐候補として、川北縁家、えー、バス、バイスリージェント系ですね。こちら、お調べください。えー まあまあ絡んでますわ。はい、ということで、えー、バイスリージェント頭に入れてください。以上で終わりますね。ご清聴ありがとうございました。